メグロ障害塾とは、ホリプロが2002年4月に開校した、お笑い芸人養成学校。1990年代後半に、無料の勉強会としてスタート。当初は、他事務所の若手芸人も参加していた。現在は1年生の学校として展開しており、ホリプロ所属のプロの芸人が特別講師として、参加する授業も行われている。定期的にライブが行われ、 事務所所属をかけた卒業ライブで進路が確定する。サマーズの三村正和は、この塾の理事である。花香義明、ザ、タッチ、マチ子、メカイノウエ、長井雄一郎、マナミ、松並豊か、ライオンマルコンツ、キック、カイワレ、スカイラブハリケーンガルウィム、アマツカワライこと、大ツボマシドフレンチトースターズ、イナズマラインダルメシアン、アビリティモンキー、シマシマ、 ホタテーズ、踏みつけ対象群小中へ H2O、エコエゴ、D&D、プラント、マギー・ナオ,オキ、森山パンタ、ロデオ・ボンズ・ハッピー・クローバー、メッツ、レオン・ォールド・モンク、チゲン、トラニン、真夜中、クラシック・アロアロ、稲城・サイダー、ウルトラ・オレンジ、シングル・パンプ・キン・ポテト・フライ、ミスター・アブ・シドーキツネ・シーランド、北本カツラ、 特大時期 8? 水石坂慎太郎相方の大竹も知らず、もやもやさまずにのロケで訪れた、スクールジャカの教室内で発表することとなった。ありがとうございます。